シアターエニャは佐賀県唐津市警庁1783から1階にある映画館。運営は一般社団法人唐津フィルムプロジェクト。62席の1スクリーンを有する。デジタルシネマに対応しているが 35mm フィルムでの上映も可能である。名称のエニャはエンヤの意味であり唐津市で開催される唐津くんちの掛け声にちなんでいる。 シアターエニャを運営する一般社団法人カラツフィルムプロジェクトは2017年に公開された大林信彦監督作品花形見、花形見の制作に携わった花形見、花形見は戦前のカラツ市を舞台としオールカラツロケで制作された作品である2019年10月25日のシアターエニャ開館後毎月8日を 花形見の日として同作品を上映しており、唐津市民は600円という安価で鑑賞できる。佐賀県のミニシアターとしては佐賀市にシアターシエマがある。2020年に新型コロナウイルス感染症の流行を受けて臨時休館した際には全国のミニシアターと並んで、両館もミニシアターエイド基金に参加した。前世紀の市には8館の映画館があり、 1960年時点では、世界館、新世界演劇、日の出館、センターシネマ、港演劇、第三次観、唐津東方大劇、鏡演劇があった。1980年時点の唐津市には、唐津スカラザ、唐津センターシネマ、唐津中央大劇、唐津東方大劇の4館があった。1997年2月16日には、 唐津東方大劇が閉館し、唐津市から映画館がなくなった。朝日新聞文化歌舞伎者の小峰賢治は、高校生時代に唐津市に住んでいたが、唐津市に映画館がなかったことから、片道1時間余りかけて、福岡市の映画館に通っていたという。世帯にあの前身となったのは、唐津シネマの回であり、2011年から週2回の頻度で、 映画上映会を開催していた。市民交流、プラザ大手ホールでの定期上映会に加えて、子供向けの無料上映会、唐津市内の離島での映画上映会、映画監督を招いたティーチインなども実施していた。名称の由来となった、唐津くんち2019年10月25日、同日に開業した複合商業施設からへ1階に、シアターエニアが開館した。 唐津市にとっては22年ぶりの常設映画館であり、30年ぶりとされる場合もある。オープン前の10月20日に行われた小ラ落とし、上映作品は、戦前の唐津市を舞台とする、花形見、花形見だった。10月20日には、美術監督を務めた竹内光一が来館している。なお、10月20日をもって、東京の有楽町スバルザが閉館しているが、 スバル座の最終上映作品はくしくも、花形見、花形見だった。2019年12月1日には、ドキュメンタリー映画、作米さんと日本を掘るの熊谷博子監督による舞台挨拶、ティーチンを開催した。2020年には、世界的な新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、4月18日から5月21日まで臨時休館した。上映再開日は、 佐賀市の109シネマズ佐賀とシアターシエマが5月15日、イオンシネマ佐賀マトが5月18日であり、シアターエニアの営業再開は、佐賀県内の4施設の中で最後であった。2020年6月26日には、葬式の名人の上映を開始したが、初日には、唐津市出身の樋口直文監督が、サプライズで来館した。ありがとうございます。